んばんは、マサ464944です。そしてちょうど BGM 的ないつものパズドラの、あ、今出てきた。ちょっと途切れ途切れなんですが、何をやるかというと、あの、声が入ってるチーム紹介、すいません、疲れて噛みまくってますということで、チーム編成9つあるんですが、何使ってるかを、なんか解説というか、さらっとやろうかなと思います。あと少しで700日なんで、その時にガッツリやろうかなと。っていうか、なんで BGM 来ない？ちょ、待って。出るんじゃね？スクショで出る理論。ほら、スクショで出る理論。で、基本的に、主力として使ってんのが、パンドラで。まあ、あと2級なら、このランクで1体もいないって、おかしいんじゃねって言われてたんで、パンドラを先に2級なら作ろうと思ってます。次、リョウパ。最近というか、パンドラ2体目と、あと、ソニアをちょい前ぐらいに当てて、まあ、こんな感じになりました。結構前から見てくれてる人が、すげえ変わったなって驚くと思います。普通に、そう、パンドラが悪魔タイプが入ったんで、リュフのリーダースキルが使えるっつうことで2体入ってて、あとはペルか。ペルは属性強化入ってないけど、まあ、いいんじゃないかなと。ちなみに、リュフソニなんで、フレンドソニアで、ソニア闇属性1個持って、なんで BGM 止まった？スクショ理論。スクショ理論。で、リョフが2個属性強化、パンドラも2個持ってるから、8つある感じかな。まあ、ちなみに、このパンドラは覚醒してません。ということで、まあ、6個なんだけど、まあ、覚醒させてスキルマンにすればなんとなく完成かなと思ってます。あとうずめさんはいつもてか最近なんか他の降臨とかは出てないんだけど、木曜ダンジョンと金曜ダンジョンで基本的に結構使ってて、なんかあれだよね、多分動画は出してると思うんだけど、うん、これで木曜金曜いてます。基本的にフレンドはミネルバかな、ミネルバとか、あとなんだっけ、火のあのメガネかけてるさ、ウルドさんだっけ、あの時女神のシリーズの火かな、だったらいい感じでなんか抜けていくと思います。このスキル癒しのが、あの、バインドを回復してくれるんで。で、あの、何回だっけ？ 4 回？ 4 回の、玉ドラのバインドのやつで回復してくれます。あと、サクヤさんはずっと使ってて、まあ、なんか、おなじみな感じかな。まあ、カーリーが出てきて、まあ、でも結局、マセリン使ってなかったから、まあなんか定位置にいるみたいな、エキドナ最近使ってないんだよな、あんまり。なんか結構なんだっけ、あのあれあれ999ターンの無力化が多くなってきてるから、あんま使う機会ないんだけど、なんか半減系を使うみたいな、イザナミの闇とかかな。まあでも昨夜には入ってます。これはなんかちょっとした完成形みたいなね。まあパンドラも、パンドラは本当はこうカリンじゃなくてハクを入れたいんだけど、ハクさんがあのボックスに入ってくれないくて、カリンさんを使ってます。で次が青ソニア、最近青ソニアを当てたんで、ちょっとソニアに愛され始めてるんで、ソニアが来てくれました。まだスキル上がってないんだけど、ですね、こんな感じで、まだ、この袋さんと、
ネットさんはまだ覚醒しないんだけど、まあ、あとはなんか出ればチェンジチェンジな感じかな。なんかアモンのスキル上げっていうか、なんか覚醒進化が来そうなんで、ちょっと止めてる感じ。なんか覚醒にするとちょっと変わっちゃうから、あの悲しい結末にならないようなにみたいなね。あと覚醒ホルス、最近ホルスを覚醒させました。だけど火の P がいないからまだ上がってないんだけど、結構一手が強いよね、この謎のパーティーね。あ、でもなんかなんだっけ、神タイプと悪魔タイプのあれがつくんだよね、確か今回の修正かなんかで。だから唐揚げくんが入れられるんじゃねえかってちょっと検討してて、唐揚げくんヒーヒーかな、いいじゃないよね。そうだから、どの枠に、まだちょっと可能性秘めてるかなっていう、中に何入れようかと思ってて。そう、覚醒ホルス。かぐずしさんね。この子はね、ちょっと、最初の方に当てて、なんか、使えない枠だったんだけど、優秀になってくれて。ありがとうございます。3つで。でも最近、通園3つ増えてきたからね。まあ、これは、カーリーさん。で、本当は、この枠カーリー2体目当てたら入れたいんだけど、その覚醒ヴィーナス、ちょっと、どうなのみたいなね。これは、微妙じゃねえかっていう、リーダーにしたらね、ヴィーナス、でも、なんかリーダーにして使ってみたいなっていうあれがあって、ちょっと作ってるんだけど、とりあえず、英雄神がパンドラしか持ってなくて、孫悟空当てたいなっていうのがあって、孫悟空が来たら、ちょっと作ってみようかなと。で、イザナミさん、まだレベルもスキル上げとけばよかったっていうね、そこだけ上げとけばよかったな、イザナミみたいな。長いよね、イザナミ。あとカーリーね、スキルマのカーリーはもう36倍になるからやっぱ強いよね。うん、スキル2つついたし、結構あんま言うことない感じです。アテナ。これはもう、なんか、あんまりアテナ好きじゃなくて、でもやっぱり安定してるから、まあ回復力ないけど、なんか、チョキ系とかはアテナで基本回ってて、まあ動画もアップしてます。こんな感じです。レベル、ルブソニー。で、なんか、超、絶地獄級とかその辺行くときに結構お世話になってて、まあまだクリアっていうか本当に入ってなくて、絶級はだからもうそろそろ行けるレベルになっていきたいんだけどね。とりあえずこの5つです。じゃあ今度は700日の時にチーム紹介をしたいと思います。あとまあ僕紹介も700日の時にやりたいと思います。まあ、あと、ガチャ動画とかね、もうそろそろ上げたいと思うんで、今38個溜まったんで、優等生イシスと、あと、アテナ、数で3つの、と、あと、英雄神とチェスターが、なんか、超絶3倍になってるんで、そこで、なんか、どれでもいいかパンドラ以外欲しいな。英雄神。ということで、チーム編成動画でした。ちょうど止まりそうなんで BGM が。じゃあよろしかったら YouTube 超噛みまくってんな YouTube チャンネル登録とグッドボタンお願いします。じゃあまたね。